さあ、チャプター9。それぞれの使命、やっていこう。やっとね、オルティシエに行ける。結構離れてるね。花嫁姿、見られなくて残念だったな。水神討伐の準備、随分と慎重だったね。軍動かすの結構大変？いらん心配だ。まあ、異国出身の人間なんてって頭固いのもいるからね。ルナ・フレーナ様には会えた。いや、あの人も食わせ者だな。適当なこと言って、何にせよお兄様としては討伐を急ぎたいだろうけど、俺神話に詳しくてね。スイート・オルティシエ。おお、海だ。なんかこういう船で旅してみたかったんだよね。インソムニアにいたらなかなかこういう機会はねえからな。どこまで行っても見える水平線、なんかすごいよね。神秘。オルティシエまではたっぷり時間があるからな。好きなだけ感動したらいい。船が着いたら他の国なんだよね。ああ、なんだか不思議な気分だな。やっと当初の目的地に着くってわけだ。苦労したよな。だがついて終わりじゃない。今度は水神なんだっけ。どんな性格の神様なんだろうな。神話では気性が荒いとされているが、相手がどうでもやんねえと。ルナ・フレーナ様も頑張ってくれてるんだもんね。再会楽しみでしょ、ルナ。うん、まあ無事かどうか確認しねえと。ああ、まずはそこからだな。帝国領だってのがちと心配だ。心配ってルナ・フレーナ様？ルシス襲撃の目的の一つは指輪だ。相手がルナ・フレーナ様とはいえ、あの国がどんな手に出るかわからない。指輪がなきゃクリスタルもただの石だからな。ああ、そっか。でもなんで指輪はルナ・フレーナ様？状況から考えると、王都で陛下が託されたんだろうと思う。ずっと指輪を守りながらオルティシエに。水神の方も大事だけどな。まずは会って解放してやんねえと。そういえば帝国軍のレイブスだが、あ、彼の腕が義手だったのを覚えているか。ああ覚えてるぜ。王都襲撃の中で失ったそうだ。だが同時に何か得意な力を手にしたという。しかもだとすりゃ相当なもんだな。いきなりテネブライ人が将軍に抜擢されてんだ。力って言ったら正直人とは思えないほどだった。カンナギの一族だからかと思ったけど。それもなくはねえだろう。だが確かに尋常じゃなかった。あいつにも何かあったってこと。そしてこれはあくまで噂だが、奴は今陛下の剣を携えているらしい。私の？そいつはどういう意味？王様のお墓と同じってこと？わからない。だが王家の力と関連はなさそうだ。何より使っている様子はないと。うん、力を手にした割には最小に頭が上がらねえし、その陰で敵の形見を大事に持ち歩く。どういうつもりなんだろう。そうだ、水神のところにもやっぱり帝国は来るよね。可能性は大いにある。奴らが巨神を襲ったのは六神の力がノクトへ渡るのを防ぐためだ。あの時は先に着いたんだよね。案内があって。あいつどう動くんだろうな。最初の目的はわからない。レイブスと会った時も俺たちを見逃してくれたけど。なんかムカついたけどな。結果として助けられてる気はするが、言うほど善意でもねえって印象だ。また来るのかな。会いたくはないな。嫌ってるよね。不真面目なやつだからな。違うんだな。
グラディオも言う通り、彼には善意でという印象がない。手助けされる状況に陥るたび、非難の目を向けられている気がするんだ。まあ、言われれば。考えすぎじゃない？かもな。だが油断はできないと思ってる。まだつかないかな。なんだ、飽きたのか？だって見渡す限り海しかないじゃん。さっき見渡す限り海ですげーとか言ってたのはどこの誰だ？親父の指輪はもうすぐ帰ってくんのか？ああ、オルティシエでもらう。よかったな。王家の誇りなんだっつってたぜ。あ、親父が？王家の思いを背負うって覚悟がいる。この手がそれを光栄に思うってよ。王になった顔ってのは写真でしか見てねえがな。陛下の即位式には出なかったか？その頃には外に行ったからな。でも呼ばれただろ。お前の親父とは旅の最後に喧嘩別れしてんのさ。そうなの？だが連絡を取り合っていると。数年後に和解はしたさ。だが一度も顔は合わしてねえ。出向いてありゃよかったな。ま、今さらだな。レガリアは積んでるが、しばらくはオルティシエにいいんだろう。ああ、そうなると思う。うん、整備だけはしとくぜ。シドニーが見てたからな。大していじるところもねえだろうが。シドニーの腕認めてるんだね。まあ、ガキの頃から苦労した分成長したさ。え、苦労って？親御さんの件か。つらかったろうよ。親が死んだのは物事を分かってからだからな。今じゃ能天気に見えんだろ。まあ、明るくっていうか。ありゃ、本人の努力だ。オルティシエには何度か行ったことがあるのか？行ったってな、一度。ただしばらく滞在した。どんな町？でけえ町だ。そんだけかよ。王都とはいろいろ違う。ざっくりしすぎ。異国の首都だからな、一言には絞れない違いがあるはずだ。いい経験になるだろうよ。だいぶ話し込んだが、そろそろオルティシエに着くんじゃねえか？ああ、もうすぐだ。天気が持ってよかったな。着いたらまずは宿を探そう。なんで難しい顔？いつものことだろ。まあ心配してんだろうよ。野宿でいいなら構わないが。宿じゃねえが、知り合いの店がある。おお、ウィスカムって親父とも旅したやつだ。もしかして工場にあった写真に写ってた？そうだ。店は、あ、メシ屋だったか。まあ顔出してみな。ああ。で、なんてとこだ？なんつったっけな。マーコ、そんな名前だ。へえ。まあ探してみな。昔話の一つでも聞けるだろう。水人を目覚めさせる儀式を行うことについては演説の中で説明すると政府を通じて発表がありました。電波入った。一時は死亡されたという情報も流れていたルナ・フレーナ様ですが、この演説で調印式の襲撃事件以来初めて公の場に姿を見せることとなります。ルナ・フレーナ様の演説らしい。おお、また世界が活気づくわ。ようやくお会いできそうだな。ああ。全然話すタイミングなかったけど着いた。そこの船、通行証は？え、通行証？慌てんな、ちゃんとある。おり。ずいぶんと古いな。まあいい、行ってよし。あ、すげえ。あらかじめ準備は？してねえよ、30年前のだ。古いってのはそういうことか。まさか通るとはね。そんなもんなのかよ。まさに水筒。
さあ着いた、オルティシエ。トレーラーでも見たでっかい街だ。シドが運転してくれてたのね、あれ自動運転かと思ったら。今度は入国審査？通行証だけじゃねえのか？通れるかな。おい待て、入国の目的は？あっと、お？お？おー、イグニスを信頼する。イグニス頼む。仕方ないな、我々は帰国の文化を勉強しております。今回は郷土料理と食材の研究のために。おお、そうでしたか。お仕事がはかどりますように。貸しが一つ増えたな。お、さすがイグニス。これシド選んだらどうなったんだろう。30年前の許可書を用意するっていうインチキマンだけど。さて店を探すか。ウィスカムさんの店、マーゴだっけ？ああ、飲食店だと言っていたな。んじゃまずはそこか。ウィスカムって人ね。綺麗なとこだね。意外と都会だな。ウィスカムって人ね。じゃあ写真に写ってたのはそのレギス陛下、コル、シド、どうした？そしてウィスカムって人だったんだ。で、何何？オルティシエゴンドラ。ゴンドラもある。あ、シド。ホテルに泊まんないのか？気取ったとこへすかねえのさ。飯は？老人だって心配してんのか。飯くらいなんとかしてるわ。ウィスカムもそのうち酒持ってくんだろう。何しよっかな。さて、マップ。おお、あ、お、結構ある。オルティシエで、ゴンドラ乗り場もある。水の都だからそういうの使って。ねえ移動。ルナフレーナ様のドレス展示続けてるらしいよ。え、ビビアンの婚礼用の？でもあれ追悼のためって。今度は無事だったってお祝いなんだって。展示延長してるから見に行っとこうよ。ドレスって前に新聞で見たやつかな。そうだろう、店の名前が同じだ。見に行かない？式は中止のまんまだからな。新郎には複雑なとこだろうが。でもほら、二度とやらないってわけじゃないんだし。そうだな、歩きながら探してみるか。和平の象徴、展示された婚礼衣装を見る。ああ、水路だ。あ、船。もう美しい街。いらっしゃいませ。ごゆっくりご覧ください。ああ、なんか野菜がなんか売ってんのかと思ったらアクセサリー。ありがとうございました。軽くご飯食べよう。まずはね、マーゴっていうレストランを目指すんだけど、寄り道もしてこう。どこだろう。どこなのかわかんないんだ。ここもショップ。毎度どうも。この辺は大丈夫。あ、この辺買ってこ。高いけど、あ、霊式の思い出とかある。ありがとうございます。ルナフレーナステッカー、高いけど買っちゃおう。そのうち改造してもらおう。サボテンだ。あ、人多いな。ガイドのレストランに行かない？ここなんだ、ホテル。あれ、ケンティアナ。この先の厳しい戦いに備え、
時を戻すことを望むなら叶えましょう。時を戻す。過去の記憶をたどれるようになりました。へえ。そんなことができちゃうの。軽くご飯食べよう。さあ、この部屋はもうゴンドラ乗り場だね。乗る前にちょっと向こうの方も行ってみよう。人がね、レスタレームよりもさらに多いわ。こっちは何がある。もう午後の2時か。いや、いいね。ここもショップか。あ、ショップじゃない。この辺に撮影にいい場所があるんだって。じゃあ写真も撮っていこう。じゃあ行ってみるか。うん、行こう。宮殿。いや、上か。ビビアンってこっちでいいの？うん、官邸がある通りだってさ。こっちで合っているようだな。この街ってもしかして、あのプラチナデモにあったプラチナデモにあった街がオルティシエだったのかな。楽しい楽しいゴンドラだ。ちょっと乗ってみるかい。その前に写真撮影。この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。じゃあ撮るよ。ボゾンと。お、いい感じ。婚礼衣装は本当に見かけたら間違った。行ってみよう。まずは乗ってみる。行けるところがここしかない。あ、駅行きなんだこれ。駅行ってみたいけど。それじゃまた会おう。駅行きは今いいや。この街広いから、どこがどこ行きのゴンドラなのか把握しないと。この下は、あ、ここもゴンドラだ。鐘が鳴ってる。戻ってきた。じゃあ向こうでゴンドラ乗ろう。あのさ、あれ見てみない？どうした？ん？これ？あ、ゴンドラ。ノクト、これ乗ってみたくない？乗るよ。目的地がこの辺だから、あ、ここだ、マーゴ。今日もいろいろありましたな。いや、のどか。このまんまね、のどかな風景じっくり見ていたいけど尺がないのでスキップ。どうも、帰り道もよろしくね。さて、ようこそご一行様。さっき城から連絡があったよ。私はウィスカム・アル。ノクティス王子、大きくなったな。お、
おや、覚えてないか。小さかったもんな。この人がウィスカム。初めての来訪だろ。この町はどうだ。聞きたいことがあれば答えるよ。ここって帝国の属国なんだよな。そこまで警戒することはないよ。ただこの国は自治が認められてるだけだからな。帝国の人間もしょっちゅう出入りしてる。心得ておこう。確かに立場としては微妙だよ。何かするにも帝国の許可がいるはずだ。生きていたカンナギが町で演説するというし、政府は帝国をどうごまかしているやら。帝国軍について聞く。帝国軍はよく来るのか。町にも店にもよく来るよ。市民にとっちゃ彼らの姿は見慣れたもんだ。先日はレイブス将軍を見たって大騒ぎさ。レイブス、ルシスで巨神襲撃の騒ぎがあっただろう。町じゃ次はここだろうって話で持ちきりだ。帝国は世界を征服するために神々を狙い始めたんだってね。ここでちょっとレイブスの話。レイブスのあの左腕が義手っていうのは、あの映画であの紅葉の指輪だっけな、あれをねはめたことによってね、多分腕をね失ったからだと思う。カンナギについて聞く。カンナギが演説するって本当からしいね。ラジオでも連日流れてる。ルナフレーナ様はどこに。町にはいらっしゃるだろうけど、お見かけしてはいないよ。新聞や雑誌も所在には触れない。政府が厳しく情報を管理してるのかな。帝国の上層部が苦い顔して帰ってったなんて噂も聞くね。ルーナに会えんのかな。最後に水神。水神に変わった様子はねえか。港は穏やかなもんだよ。でも近く政府は神殿を開けるらしいね。儀式のためにか。ところが一方で食料や生活物資の備蓄に奔走しているそうだ。水神が暴れて町に被害が出ると思ってる。ならどうして儀式をさせるんだろうね。まあ何かあればこの店を頼ってくれ。あ、ありがとな。オッケー。いらっしゃい、久々だな。有名人が来てるって聞いてね。へえ、耳のいいことだ。誰？お疲れのところ失礼するわ。私はカメリア・クラウストラ。ノクト、彼女はアコルドの首相だ。アコルド政府は今カンナギを保護しているんだけれど、帝国が身柄を引き渡せとうるさくてね。へえ。でもうちもタダで動くつもりはない。どう、取引をしない？ルシスの王様、答えは鑑定で聞くわ。邪魔したわね。突然の首相が登場。わかりづらいだろう。だがあれでも意外と誠実な人間でね。そうなんですか。何にせよ船旅の疲れがあるだろう。町には宿もある。まず休んだらどうかな。そうするわ。首脳会談。ちょっとお店入らない。リュウエイホテルってあそこだ。君は君の考えで動けばいい。だが準備は怠らず慎重を期して臨みなさい。町で困った時はいつでも店においで。はい、いい人かね。ワインがねずらーっと並んでてね。飯食える、もしかして。お、いらっしゃい。今日は何の用かな。あ、では討伐依頼もあるんだ。ちょっと情報。何でも教えるよ。情報元は秘密だが。絵画。
食事。これが当店自慢のメニューだ。すごい。何これ。30万ギル？全体的にパラメーターが大きくアップし、獲得経験値もプラス 50% される。なんか明確にどのくらいアップするとは書いてないけど、やばいこれは。あー全部うまそう。これ食ってみよう。わかった、今用意しよう。フェティネ・デ・チェルニア。なんかひらめく？カルパッチョ。で、討伐以来？試すのは腕だ。運じゃないからな。これのことか。いつでも寄ってくれ。よし、それじゃあ今回はここまでにしようかな。またね、動画外でこの街全体をね探索してみようと思うんで。うわ、夜はなおさら綺麗。まあ、首脳会談ってことでね、今アコルド政府がルーナの身柄を保護してるっていうから、そこにまあちょっと介入して解決策を探るといった感じで、じゃあ次回に続きます。じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。